ゆるき、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。小沢一郎さんについて占いたいと思います。どんな人なのか。日本をこう一回でも救おうと思ったことあるのか。みたいなね。あと、どうして人間関係とかをすぐ壊すのか。そういうのを占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄とツイッターに書いてあって、で、ツイッターのこのアカウントで空き情報、この日空いてるよ空いてないよっていうのをアナウンスしてますので、占いタウンから申し込みくださいませ。で、お知らせその1、玉木の占い付き結婚相談所サービスズバコンの詳しいサービス内容を書いた公式サイトを動画概要欄に貼ってありますけれども、10月8日にズームのオンライン説明会をやりますので、興味ある方はぜひぜひご参加くださいませ。で、その2、心に本格占い館で玉木の占いのデジタルコンテンツが楽しめますので、そちらもぜひやってみてください。動画概要欄からいきます。さて、これ、どなたかのリクエストにさらって書いてあって、すごい興味あるなって思ってたんだけど、スクショ撮ってなくて、どなたからのリクエストかごめんなさい。名前がわかんないんだけど、すごいはっきり覚えてるの。小沢一郎さんは一度でも日本を救おうと思ったことがあるのかどうか占ってくださいみたいな言葉で、そのまんまいただきますね。はい。小沢さんといえば、当時、小沢一郎さんが活躍してた頃は、私、政治に全く興味ない人間だったので、あんまり、どんな政治家だったかとかはあまり覚えてないんだけど、深沢に行くとさ、超豪邸があってさ、自転車とかでこう近づくと、すごいこう、なんだろう、一角超広い、何、家があってさ、木が茂ってる家があってさ、すごい塀が高くってさ、警備が超されてるみたいな。小沢一郎さんの深沢の超豪邸っていうのが一番真っ先に思い浮かぶ。そのくらい。ね、で、サザエさん家が桜新町じゃん。あの近くなんだよね。サザエさん家本当金持ちだよなと思って。ね。そんなことを思ったりするんだけど、全然関係ない話になったけど、で、はい、小沢一郎さんの人間性をタロットさんはどう思うのか。ちょっと今日どんな人を2段階でやるね、人間性はどんな人なのかと、小沢一郎さんの政治家としての資質はあると思うかどうなのか。で、どうしてグループとか人間関係を壊しちゃうのか。このカバラ数秘術の9と6見ると、壊す、なんだろうね、9と6だけ見ると、壊すっていうか、まあ、世話焼きさんだよね。あれこれ口出しすぎんのかなって思ったりしたけど、どうなんだろうね。どうして壊すのか。口を出しすぎる。なんだろう。見返りを求める。なんだろうね。うん。どうして壊すのか。で、一度でも日本を救おうと思ったことはあるのか。日本をどうした人だと言えるのか。これまでね、この人生で、政治家人生で、日本にどんな影響力を与えたどうした人なのか。で、今後の日本への影響力はあるのかないのか。はい、占おうと思います。ハバラが9と6、苦労人選手権の1位、2位、みたいな。ザ苦労人ですよ。うん。9と6がなぜ苦労人かっていうのは、その苦労人選手権の動画で説明してるけど、まず9は考えすぎるのよ。考えすぎて、考えなくても良くないみたいな哲学的なことまで考えすぎちゃってすっごい疲れんの。生きるってどういうことだろうとか、働くってどういう意味があるんだろう、学校に行くってどういう意味があるんだろうみたいな。いち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 全部こう意味を考えちゃうの。考えすぎちゃってすっごい疲れるの。で、6の人は人間関係で大変。まあ、世話焼きさんでお母さんみたいな人なんだけどね。困ってる人とか見ると、どうしたのどうしたのってこう、お世話を焼かずにいられないんだけど、こう逆に、あれよ、6の代表みたいな人、ガーシーさんよ。うん、自分はこんなにしてあげるのも大好きなんだけど、なんか無意識にこんなにしてあげたのに、感謝の言葉もないとか、ありがとうも言ってくれないみたいな、そういうのでもういきなりなんか崩壊しちゃったりするの。こんなにしてあげたのにっていうのが根底に結構あって、なんでこんなに感謝されないんだろうみたいなのですごい悲しくなったりして、
人間関係こじらせちゃったりするのね。なので、9も6も苦労人なんだけど、そうだね。9と6が合わさってて未来数が11。基本的にまあでも直感で生きてるかな、今。理論とか、過去はこうだったからとか、経験からじゃなくて、自分はこう思うみたいな直感、自分の直感が一番みたいな感じで、今生きてるんじゃないかな。ちょっとカードで見ていきましょうね。小沢一郎さんの人間性。何出るかな？いや、本当に、小沢さんが大活躍してる時に、政治に興味を持って注視してなかったので名前はよく知ってるし存在も知ってるんだけど、どんな人間性なのかなみたいな視点でこうゆっくりじっくり観察した経験がないので、どんなカードが出るか全く想像はつかないんだけど、だから全くそう有名な人なんだけど全然玉木が知らない、分かってないっていうね。小沢一郎さんの人間性はものすごい塔が変わってんだよね。そう、それは知ってるわ。はい、人間性、死神、やっぱなんか止めちゃうのかな停止しちゃうのかな、なんだろうね。タワーが出るよね、ズバッと出ます。死神とタワーが出るよね、セットでね。これは破壊の人ですね、確かにね。壊す人、なんだっけ、なんて言われてるんだっけ、破壊の人だっけ、なんか、とにかく、もう、ぶっ壊す人みたいな、なんか呼び方されてるらしいけど、確かにこれは壊す人だ。止めちゃってぶっ壊す人みたいな。ね、明るさと正義もあるのよ、正しさみたいな正義感。明るさと正義感もあるんだけど、なんか、それこそ自分の直感とか、あ、これはもう時流に合わないとか、お互いなんか噛み合わなかったとか、そういうのがビビビってきた瞬間もういきなりぶっ壊すみたいな。ぶっ壊すみたいな。小沢一郎がぶっ壊すみたいなね。ちょっと立花さんのぶっ壊すを借りたけど、ぶっ壊す人だね。そうだね。明るい正義感のある壊し屋。ちょっとこれは近づくのが怖いね。確かに。このくらいヘビーなカードがいっぱい出ると。ちょっとやそっとの覚悟じゃ近寄らない方が良さそうだよね。じゃあ、小沢一郎さんの政治家としての資質はどうでしょうか。壊すね。まあ、壊す作業も必要だよね。なんか既存のさ、悪いものとかは壊さないといけないけど、壊したら新しいものも作ってほしいよね。まあ作った実績もあるんだろうけど、でも作っては壊す、作っちゃ壊すだと思う。結局何も作ってないみたいな、何も残ってないみたいなことになっちゃうじゃん。政治家としての資質はどうなんでしょうか。そして私がこのタイミングで小沢一郎さんを取り上げようと思ったのはなんでなんだろうっていうのは、そう、すごく気になって、小沢一郎さん占わなきゃみたいな、なんかね、気持ちがせかされて占わなきゃってなったんだけど、はい、政治家としての資質、フードの逆、そうないかな、ちょっとそうだな、また死にがみずばっと出ました。そうだね、資質、まああるかないかイエスかノーで言うとないわ、ない、なし、フードの逆でしょ、無知無計画、無謀すぎる、エネルギーの無駄遣い。星の逆は絶望するか、期待希望、自分に対するか、周りに対する期待とか、そういうのが高すぎて結局ダメとか、死神は停止のカードでしょ？節制はいいカードだけどね。お金？お金は儲かったよね、多分ね。お金は儲かったけど、それ以外は向いてないかな。対策注意点に人間関係が出てるから、やっぱ人間関係ができるようになってからの出直してくださいみたいな、そんな感じじゃない、向いてない、フールの逆。はい、どうしてグループとか人間関係を破壊するんですか、壊し続けてるんですか、作っては壊し作っては壊し、なんで、理由がないって出るかもしれないし、なんで壊しちゃうんだろう。
いるよね、でもね。違う意味かもしれないけど、サークルクラッシャーみたいな人いるよね。サークルクラッシャーって調べてみて。うん。文字通り、グループにこう入り込んで、破壊して去っていく人なんですけど、それはまたちょっとこう、人格的な何かね、問題があってたけど、この場合なんだろうね、小沢さんの場合。なんで壊しちゃうのか。月。ズバッと出ました。これなんだろうね、この接戦。お金かな。お金にすごく興味があるのかな。なんか作るじゃない。でも、作って、結構すぐこう報われない。このグループとか、この人間関係は報われないとか、ここからは何もお金が生まれないみたいなことを感じると、もう満足しちゃって、満足とか、もういいや、これ以上の成長はないやって判断して、不安になってぶっ壊すのかな。なんか判断するのが早いのかね。我慢強くないのかな。釣られた男の逆でしょ。報われない関係、節制の逆。そうだね。我慢強さはないのかもね。報われない、この関係は報われないって判断するのがめちゃめちゃ早いのかもね。それこそ直感で、もうこれはダメだって思ったら、もうパパってもうそこからひっくり返らないんだろうね。我慢弱い。我慢強いの逆。我慢弱いと。報われない。報われないとか、儲からない関係。すぐ判断。すぐ判断しちゃう。この関係は報われない。この関係は儲からない。うん。もういいや。もうこれ以上の成長はない。はい、悪いみたいな。うん。ちゃちゃって。そういう癖があるんだろうね、考え方の。はい。じゃあ、一度でも日本を救おうと思ったことありますか？これリクエストくださった方のメインのやつだけどね。一回でも日本を心の底から救ってやろうじゃないかって。そういうのを思ったことあるんですか？はい、あるか。戦車。お、ありそうじゃない？これは。これはめちゃめちゃあるよ。ズラッと出ました。あった、あった。うん。ありました。イエス。強くイエス。じゃあ、結局、小沢さんは日本をどうした人なのか。日本にどんな影響を与えた人なのか。悪影響なのか、いい影響なのか。日本をどうした人か。月の逆。ああ不安迷いの解消。運命のマジシャン。あ、これはいいカードばっかよ。ズバッと出ました。これはに、日本にいいこと結構あるんじゃない？具体的に、相変わらずわかんないんだけど。玉木は、ちょっとそれが何なのかわかんないんだけど、日本がどこへ行くべきかみたいな道筋っていうかね、日本人、あ、これ、ね、日本はこれを目指せばいいんだな、みたいな。そういう道を作ったとか、不安を解消させたとか、うん、そうだね。なんかこう、やっぱ道を照らしたみたいな感じ。あと、マジシャン、なんか工夫とか何か想像した、作り出した。なんか作ったことあんのかな？法律とか、どうなんだろう。仕組みとか。なんか作ったっていうのと、あと、運命の輪でしょ？うん、なんか、日本に幸運を招いているっぽいよ、多分。よくわかんないけど。ただ、やっぱお金のカードは逆向いてる、日本。うん、まあでも、おおむね良いんじゃない？どうした人？日本、道しるべを作り、幸運を与え、何か想像した、作り出したって。これはすごい評価が高い。政治家としての資質はめっちゃ向いてないって、タロトさん言ったのに。そうなんだ。じゃあ、今後の日本への影響力は？もう80歳？1942年生まれだと。そうだよね。60たす20、80歳。ちょうど80歳か。今後の日本への影響力は、どうなんでしょうか。もうないかな、世界の逆、悪魔。
正義の逆、ズバッと出ました。そうだね。今後の日本への影響力は、あんまりないかな。中途半端な感じよ、世界の逆って。中途半端に終わるとか。影響を与えるとしたら、彼の欲望ばっかり出てくるかな、今後は。日本を良くしようっていうか。あと、やっぱり人間関係のカード、コミュニケーションのカードが出るから、今後もやっぱり付き合い、人間関係付き合いは注意かな。今後は、ほぼ気にしなくていいかな、いうこととか、うん。まとめますと、小沢一郎さんの人間性は、明るく正義感のある壊し屋ですね。破壊王みたいな感じよ。うん。結構な破壊王みたいな感じが出た。で、政治家としての資質はフルの逆って向いてないかな。どうしてグループや人間関係を壊すのか。我慢強くないのと、あと、この関係は報われないのかとか、儲からないなっていう判断するのが早くって、そう思うともう二度とこう、復活できなくて、すぐ判断しちゃってそれを。で、もうダメだと思ったら壊すんだと思う。ゼロか100かみたいなね。一度でも日本を救おうと思ったことはある。これはね、結構強めにイエスです。日本をどうした人、これは結構いろんな功績がね、いいカードが出た。道しるべを作ったとかね、日本の幸運を与えたとか、タイミングを与えたとか、あと何か想像したよ、何か作り出したよ、みたいな。ただ今後の日本の影響力はないかな。なんか口に出ることは、なんか欲望に関することとか、こうなったらいいな。自分の得になることとか、あんまり正しくないことを言いそうだから、あんまり今後はないかな。うん。ということで、小沢一郎さんについて占ってみましたけれども、いかがだったでしょうか。小沢さんっていうとね、私は個人的には甘いの小沢さんが好きだけどね。あと、小沢さんね、いろんな有名人があるよね、小沢さんってね。遠くまで旅する恋人にの、はい、小沢さんも好きだし。小沢さんね、いろいろいるね。いろんな小沢さんがいるね。はい、じゃんけん行こう。たまきじゃんけん、じゃんけんぽい。グーなので、パーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。